はい、どうもさんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況をプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。うわー、ピー触れてみ、おい、嘘だろ。こちらやっていきたいと思います。ということで、P スイッチを踏めばいいんでしょ。踏む。うわそれは予想外だ。すっげえびっくりしたんだけど。でもさ、これ踏まなければ普通にゴール。あれ普通にゴールできた。おお、まあなんとも不思議なコースでしょうか。ムササビさんのコース、中型テレビの中に入ってみよう。一応家のテレビですということで、上のを見ると確かにテレビっぽくなってるんですけれども、コンセントがつながってないんですよねいや、ちょっとこれは多分電源が入ってないのに画面が映ってるってどういうことなんだろうかというツッコミをしたところで、早速やっていきましょう。はい、中型テレビ。まずは、ドアの中に入ると。テレビの中に入っちゃったと。まずはここ、注意。ほいしょ。オッケーオッケー。そんで、怖い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 。すげえ怖いんだけど、このテレビすげえ怖い。うわー！テレビってこんな怖い家電じゃなかったはず。怖い家電ではなかったはず。ちょっと待って。よし。ここ大丈夫。ここは安全。よし。オッケー、落ち着いてこう。そんで次はどうなる。待って、上からはいけなそうだね。じゃあ下から行こう。じゃあどうやって下から行く。落ち着いて見極めて。待って、ファイヤーバーが来た。落ち着いて、よいしょ。ほい。うわっとっとっと、危ない。あとはそこのピンクコインだけと、これで鍵と入る。いやー、なんとも、まあ、なるほどね。これで今テレビのコンセントが抜けましたよって、ここで表してるわけか。ゴールしたからね。いやー、あんなテレビの中には入りたくないわひろゆきさんのコース、レインボーロード。すごくないこれ。まさにね、マリカ64のレインボーロードを再現してるような、そんなコースっぽいけど、さあやっていきましょう。めっちゃ綺麗。うわ、すげえ綺麗。待って。でもなんか普通に難しそうまた、そっか。そうだ、64のマリオカートもワンワンがこうやって来るんだ。そしてここ落ち着いて。よし。待って、これこれ登るのね。登って。あ、ここにキノコあると。オッケー。左上が若干気になる。何でもないかな。お、すげえ、これワンワンだ。ワンワンのドット絵だ。よくできてるわ。そんでここ下行って。待って、テレサが速い気がするけど。オッケー、ここしっかり降りて、どんどん回転が速くなる。オッケー。いいよ。うわカノンさんがワンワンを運んできた。待って、これはどんどん上に登る系ね。いや、すごいな、このレインボーロード。なかなかな難易度を秘めてるぞ。危ない、怖い、テレサ怖い。ちょっと待って、テレサっていたっけ、レインボーロードに。ここはうわ縮んで大きくなって、バカ下手くそ。まあいいや、いけるとこまで行こう。で、次はここ下降りて、上にドアがあったね。ここしっかりジャンプして、ここではいスターになって一気にゴールと。あ、ここでゴールか。イエーイ、ありがとう。また忘れて、ありがとうございました。いやー、最後はマリオもレインボーにキリンさんのコース、ちょっと派手すぎ、砲台壁キック、音量注意。こちらやっていきましょう。皆さんも音量注意の前に死んだんだけど、うわ、すごい爆弾の数いきましょうか。ここからピョーンと、こういうこと。あ、違うわ、砲台壁キックってそういうことか。まずはしっかり壁キックを決めたい。よし、決まった。あとはどんどん上に。ジョンジョンってなんだどんどん上に。ここで一気に上へ。危ない。よし、鍵ドア入って、なに、おお、どういうこと。なんか最後一気に落ちたんだけど、まあいいや、やりました。イエーイ、ありがとうございました。ヒックマさんのコース、鍵の扉。こちらやっていきましょう。鍵の扉、まずはドアに入って、ふいどっかに鍵が隠されてんのかな。で、ここは大丈夫なはず。当たんない。よし、気をつけて。あ、なるほど、ピンコインがあるのか。んで、ここも当たんないね。大丈夫。そしてちょっとずれてきた。大丈夫か。オッケー。あー、こっからはいけないと。まずは左からいかない。うわ、ずれてきたな。ちょっと待って、怖い。すげえ怖いんだけど。で、はい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 。うわ、危ない危ない。よし、ここも右に行って、オッケー。うわ、危ない、怖い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 。怖いな。よし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 。そんで、はい、一気に上に上がって、ここも、よし、一気に上に上がって、オッケー。あ、違う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 。真ん中から行かないとダメだったんだ、忘れてた。よし、ここ、オッケー。そんでここも落ち着いて、はい、オッケー。よし、あぶれ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 。で、鍵ドア入る。よかったー。ようやくだよ。いやー、地味にかかったこのコース。お化け屋敷なんて怖くない。楽しい爽快40秒スピードラン。こちらやってみましょう。こちらでってなったら。そんで。まあ、お化けなんて怖くないさ、的なね、感じでね、僕もホラーゲームをいろいろ、お化けなんて怖くないさって感じで出しましたけど、うん。よし。そんで、ここもパウ。はい、パウ。いや、ちょっとここ、そしてくるっとね、オッケー。で、鍵ドア入る。なかなか楽しいスピードラン。待って、ここは投げる。そして、ここも投げる。オッケーオッケーオッケー。ここは上ね、くるっと時間切りじゃないかな、大丈夫かな。次はほいほいほいって左、そんで右、あらいいですね。くるっといっちゃって、うんでパウしてはい行って、くるっといって、はいゴール。いや気持ちいい。放置ゲーム1、線香花火なんかに負けんなよ。こちらやっていきましょうということで、線香花火、あ、なるほどね。確かに線香花火の終わった時ね。これはでもいつかいけるもんなのか。あ、でもランダム性ではあるか。ちょっとじゃあ放置してみましょうか。よし、来た。イエーイ。10回目ぐらいで来れましたね。うん、放置ゲーの割には結構簡単めなコースかも。簡単めってなんだ。確率の高いコースですね。はい、そういうことでありがとうございました。アップ&ダウンケーブ、ロウロウさんのコースやっていきましょう。まずはこれはアップということですね。そして、あ、分かったかもしれない。ピンクの背景のところはダウンしちゃうと。ほうほうほう。これはダウンしたままこっち行っちゃっていいのかな。うん。で、これアップ。次これダウンでしょ。あ、面白いね。そういうことね。うん。英語の N みたいになってるけど、今の。ほんで、ここは、気をつけていきましょうと。はい、気をつけて。うん。で、ここのコインも取っちゃって、まずはこれは下に、あ、いや、これ上。ちょっと待って、あー、大丈夫か。びっくりした。ほい。これで、土管の中入っちゃって。さあ、土管の中入ったら、ここはどこ？私は誰？ちょっと怖いんだけど。ほっ。あー、怖っ。あー、待って、嘘。オーマイガー。じゃあこの下行こっか。下行ってみる。うん。下行ったら、はい。こっちの方が簡単そうじゃない？ねえ、ほら。あ、超簡単じゃん。なんでさっき上めっちゃ難しかったの？はい。あ、なんかすげえ簡単。で、これ登るんでしょ？いいじゃん。すげえ簡単なコース。上ハードだったんだね。うん。そんで、ここ。はい。ファイヤー取っちゃって。そんで、うん、これ上に上がると。ここにツタもあるね。ツタで登っちゃって、はい、一気に行っちゃいましょう。はい、ここはファイヤーだけ気をつけて、そこにキラーが出てくるから、キラーを利用して、OK。そんで、ここにもファイヤーか。よいしょ。これなんだ？おお、怒った花ちゃんがこっちに来た。なるほどね。怒らせないといけないという、面白いギミックだね。これなんだ？何のマークだ？×？わかんない。あ、危ない。びっくりした。そんで、あ、ここ中間。不思議なところに中間があるね。で、この上も気になるんだけど、特になんもないか。じゃあこれ、ファイヤーで倒したい。よし。そんで、ここ下行くと。よし、この子も倒して、この子もファイヤーで倒して、ありがとう。で、次は壁キックかな？はい、アップして。オッケー。上気になる。よし。あ、また。危ない。よし。ほい。これで、ここには何があるかな？よいしょ。いいチャップ。うん。ありがたい。そんで、ここもブラックパックに気をつけながら行けばいいかな。よいしょ。はい、オッケー。そんで、あ、ここでゴールだ。やったー。いいですね。なんか、上の土管からも、もしかしたら出てこれるのかな？どうなんだろう。いやー、なんか普通に楽しんじゃいましたありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日のラッキーな人は、男性の方は女装を、女性の方は男装をしたことがある人っていうことで、今思い出したんですけれども、僕が中学校1年生の時かなに、中3の先輩が学園祭の時にお化け屋敷じゃなくておかま屋敷っていうのをやってて、そこでね、先輩方がみんな女装をしたっていう謎の催しがありましたけどもまあやった方ね、はい、いるんじゃないでしょうか、多いんじゃないでしょうかということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、コーダでした。ではまたね、グッバイチャー。